select your character. Hibiki Kohaku. The wheel of fate is turning. Level 1. Action. そのアークエネミーは子供が持つものではありませんよ。は？トガオイ？あなたがですか？真っ向勝負は専門外で。The wheel of fate is turning! Level 1! Action! タッカー！ニオクジン！ありがとう！タッカー！ニオクジン！神楽様の命により捕獲させていただきます。はい、ティータイムですか。おい、お前そこで止まれ。あなたは確か九重博士のところ。この区画での活動報告は受けていないはずですが。お前が響き琥珀だな。ここで足止めさせてもらうぞ。それは一体どういうことでしょうか。我々神楽様と九重博士の目的は一致していたはず。そ
その質問に答える権限は与えられていない。なるほど。では、ここない博士の命令ですか。どういうつもりかは知りませんが、もし神楽様をたばかるつもりということであれば、自分もそれなりの対応を取らせていただきます。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。 はっ、復帰します。はっ、止めた。カウンター。で、出た。見えますか。はっ、とどめ。うつろい。はい、見えますか。はっ、で、カウンター。よくしろ。うそだった。油断したら。まだまだ。出た。見えますか。しまった。記憶人上でだ。記憶人最後の。おい、これで上が消化する。伸びろ、伸びろ。出た。見えますか。見えますか。もう少し。レベル2アクション。これで。出た。遅い。伸びろ。手加減はしない。出た。見えますか。とどめ。うつろ。遅い。出た。見えますか。復帰します。終わらせます。はっ。出た。見えますか。そこです。そこでください。切り離す。はっ。こんな感じ。見えます。アクション。揺らせ。お別れです。これに勝つ。こちらです。いいですって。後ろで。見えます。砂は黒騎士の右腕。油断したか。私もまだまだ半人前だな。さて、教えてもらえますか。返答によっては九重博士もあなたにも相応の報いを受けていただきますよ。すでに任務は達成した。悪いな。達成。つまり言葉の通りなわけですね。自分に対しての足止めが目的。今は狭間対応応報の先決です。しかしお二人の目的は同じはず。なら九重博士の行動には神楽様と違う何か別の意図があるのか。念のため神楽様への報告は保留にしておきますか。上からスクラッチします。ここから。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。 とどめ。始めができない。うつろ。見えますか。見えますか。とどめ。うつろ。これが第七機関の研究によるものだとしたら、手放しで彼らを信用するわけにはいきませんね。上から失礼いたします。ここからさ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。
見えますか。デラッキーですよ。デラッ見えますか。とどめ貫く。危ないの見せれば。見えますか。デラッ見えます。よくぞまだまだ世界でまだまだ残暑失礼残暑失礼とどめ伸びろ。もう少しが。レベル2アクション。出た出た復帰します。記憶人上です。出た見えますか。伸びろ。続けつられる。とどめ。出た今です。中途半端に腕が立つのに。手当てはしておきます。ミネルヴァさんでしたか。その方のことは任せますよ。あなたは如月隊。ここで一体何を。響き、いや琥珀隊員か。答えていただきたい。組織の命に背き行方知れずとなっていたあなたがこの支部で何をしているのですか。それを今の貴様に言ったところで到底理解できない。何をおっしゃっているのか分かりかねますが、如月隊員、本部よりあなたに対して捕縛命令が出ています。できれば任意出頭していただきたいのですが。すまない、琥珀隊。僕にはまだ、やるべきことが残っている。やるべきことですか。事情は知りませんが、引き入れていただけないのでしたら、同行手段になりますよ。やめておけ。貴様の実力では僕には勝てない。それが分からないわけでもなかろう。確かに自信はありませんが、それでも引くわけにはいきませんか。The Wheel of Fate is turning. Level 1 Action. いやいや、それは何。記憶人上です。今をかけた。とどめ。見えません。記憶人上です。ずっと見えません。止める。伸びろ。見えません。うつろい。終わらせます。首に立つ時期。終わらせます。止める。そこです。せや無駄だ。止める。まだ本気ではないのです。EBP Level 2 Action。 見えますか。記憶人上昇。まだまだ残暑の天気だらけです。見えますか。それは何。出た出たか。とどめ。見えますか。ゴチ記憶人上です。セアン。とどめ。見えます。見えます。残暑の敵だらけの記憶人上です。弱い。とどめ。見えますか。今です。この岩が乗り切れますか。なぜ剣を打つ。その動き明らかにあなたは抑えてきた。教えてください、キサレギタイ。目的は何ですか。あくまで無言を貫くつもりですか。ではせめて、カグラ様には。この先に狭間がある。お前の目的は、奴だ。貴
旅と忠告して響き、やつに気をつけ。ええ、ではやはりここから青に。ノエル・バーミリオンは？なるほど、そういうこと。少々お待ちを。誰か来たようです。見つけましたよ、狭間隊。これはこれは、琥珀隊じゃありませんか。睦月大佐の秘書官であるあなたがなぜこんな場所に？それはこちらのセリフです。ここは睦月家管理の立ち入り禁止区域。諜報部に立ち入りの許可を出した記憶はありませんが。あー、実は私極貧に夢中なもので。極貧に？十二宗家筆頭、英氏最高司令官も知らない、その任務とは何でしょうかね。とにかくこれ以上の立ち入りは許可できません。あれ、今の十二宗家にそんな権限ありましたっけ。だいたい管理は睦月家かもしれませんが、ここは統制機構の所有物ですよ。それを我が物のように、その方が問題のような気がしますがね。とにかく私は今統合本部の命で動いているので。邪魔しないでいただけます？腰巾着の琥珀隊員。統合本部ですか。なるほど。はい。自分はあなたのことがどうにも信用できません。ここで捕獲させてもらいます。 The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. 終わらせますよ。そこで、なんてひどいじゃありませんか。自分と共に来てもらいますよ、狭間隊。はあ、だそうですけど、どうします？ああ、こちらの話です。それより、未だに偽りの命令で動いているなんて、実に滑稽な方だ。何の話ですか？いい？ただあなたが本当は何のために戦っているのか不思議に思いまして。睦月大佐のため、そう思いながら、実はあなた自身空っぽなんじゃありませんか。何を言い出すのかと思えば。あら、その男の言う通り本当に空っぽなのね。つまらない男。人は願望のために生きるものでしょ。空っぽのまま生きていて
何の意味があるの？何者かは知りませんが、何か誤解しているようです。自分はある方のために存在しています。もし望みを持つことが許されるのであれば、主の望みこそが自分の望みです。奴隷根性もそこまで貫くと立派ね。でも人が人らしく生きられないなんて、やっぱり滑稽以外の何者でもないわ。そうね、あなたの主カグラムツキを殺せば、少しはあなた自身の夢が出てくるかしら。そんなことは。あら、少し顔つきが変わったわね。それがあなたの本当の顔なのかしら。純粋な殺意に満ちてる。いいわ、少しはあなたの夢を見せてちょうだい。 The Wheel of Fate is turning. Level 1こっちよ。連弾も最後です。そこそこね。まどやこっちよ。そこです。火起こし、ね、甘いです。見せてやがる。そこ痛みは甘いです。はっ、残し地面を吐かすと。連弾も最後です。行くわよ。連弾ムバロバイト勝利。こっちよ。で確信したわ。やはりあなたの中にはあなた自身の夢が眠っている。だから資格者となり得たってわけね。しつこいですね。自分の望みなどないと言ったはずですが。そうかしら。例えば、そうね、こんな夢もあると思わない？これほどの殺意があるのに望みはないと言い切れるの？ありえません。自分がカグラ様を殺めるなど。だけどかつてあなたがあの男を殺そうとしたのは事実でしょ？それはナチュラルキラーズ。怒りも憎しみも悲しみもない、ただ殺すだけの感情。これがあなたの夢なのね。何にも揺れ動かない道具としての自分。違う、僕は。あら、今さら失うのが怖いの？なら世界が滅びを迎える前に、帝、いいえ、冥王イザナミをその手で倒しなさい。